ボッカチオ70は1962年に制作、公開されたイタリアフランス合作のオムニバス映画である。参加監督はマリオ・モニチェリ、フェデリコ・フェリーニ、ルキノ・ビス・コンティ、ビットリオ・デ・シーカの4人。デ・シーカ監督の自転車泥棒で知られるチェーザレ・ザバッティーニの発案による炎症コメディ、いわゆるイタリア式コメディである。 四編からなる、このワンソロジーは、それぞれを一人の映画監督が演出し、どの作品もが、現代のモラルと愛の異なる側面についてを扱い、デカメロンで知られる14世紀の詩人、ボッカチオのスタイルを取った。ただし、ほとんどの国では150分前後の三編構成で公開され、モニチェリ監督による第一話は、イタリアの配給会社チネリッツの社内に、 存在するだけであった。モニチェリや他の3人の監督たちは、配給側の制作に抗議し、第15回カンヌ国際映画祭の作品プレゼンテーションへの不参加を表明した。後に、日本で発売されたビデオ版、1998年の劇場公開版では4編揃った完全版であった。ポストモダン作家として知られるイタロ・カルビーノが、 問題の第1話の脚本の共同執筆に参加している。当時カルビーノはローマに在住しており、数年後パリに陰遁した。発案者のザバッティには単独で第4話の脚本を執筆した。オリジナルな4点は以下の通り。ありがとうございます。